野生動物の中で地球上で最もたくさんの人間を死に至らしめているのは何かというと、これは蚊、と夏にとって蚊だと言います。まあ、正確には蚊そのものが人間を死に至らしめるのではなく、蚊が持っているナイルウイルスですとかマラリアなど、そういった病原菌などで人間が死んでしまうんですね。じゃあ2番目に人間を死に至らしめている動物って何だかご存知ですか？先ほどの、蚊によって、死亡する動物が、死亡する人間、全世界で、1年間に大体70万人から80万人。2番目に人間を死に至らしめる、これは、年間大体、50万人ぐらい死に至らしめる。これは何かというと、我々自身、人間なんです。人間によって殺される人はそんなに、これは戦争や内乱も含めてです。なので、時々こう笛を吹いたり、ラジオをつけながら行ったり、熊記事という鈴をつけてここに人間がいるよって教えてあげると、熊による事故はかなり防げるのではないかと言われています。なかなか見えないですけど、今トロは何を食べていますかね。まだケーキには手をつけていないでしょうかね。本日、動物たちへクリスマスプレゼントということで、ね、ここ江戸キグマにあげているのは飼育係の手作りのおからをベースにしたケーキ。おからをベースにして、またエコという先ほど熊と出会った時に死亡してしまうのが、事故と申し上げましたが、事故ということをとっても交通事故による死者、毎年、5000人から、1万人ぐらい。それだけたくさんの人を死に至らしめていても、じゃあ車を使うのはやめようとは誰も思わない。だけど、なぜ年間5人ぐらいの事故が起こるだけで熊をみんな撃ってしまうと思うの？それは熊のことを我々人間がよく知らないからだと思うんですね。実は熊というのは向こうでもなるべく人間には出会いたくない。山で歩くときに、ここに人間がいるよと熊に教えてあげるのが有効だと思います。秋田や青森、宮城などで、山菜採りのシーズンにツクナグマによる事故が発生するのは、熊の側もその季節、山菜、特にタケノコなど取りに来てるんですね。そういったところで、藪の中、水戸